どうも、ベタです。パーサーがやっていきたいと思います。はい、本日は、海王山高校でゴールキーパー、作っていきたいと思います。まあ、頑張って更新目指していきましょう。で、昨日は、あゆ、灰原、あたか、秋山。で、西宮、草薙。この6人でいこうかなと思っております。バッジの方はフリーダム持ち込んでおります。そして、アイテムの方はパワードリンク、招き猫。そして、センス丸引いております。さあ、US 星さんぐらい作れたら最高なんだけどね。ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。そして、あゆちゃんいた?練習後イベント来てください。来い!ナイス!いいよ。しっかりとね、哲学が始まる前にどれだけあゆちゃんが来てくれるか。それでだいぶサクセスのね、良さ、悪さが決まってくる。お!来てる!さあ来い!しかも、灰原の評価も上がる。さあ練習後イベント。オッケー、ナイス。もう一回来よう。もう一回来たらもう告白来るはずなんだ。さあ。あゆいなかったら休みます。あゆいなかったら休みます。はい。お、いた!やったー。これで練習後イベント来たら、もういける。来た。オッケー。じゃあ、次休みまーす。告白もう来まーす。いやー、ここまではいい流れだぞ。で、灰原もう進んじゃったよ。やばいなぁ。灰原やばいなぁ。ちょっと進まないで。あなたを本当に S100 にしてからやりたいんだ。でも、評価上げちゃうからな。しちゃうんですよね。はい。ここだな。はい、音テク行きまーす。音テク。さあ、あゆ、早めにここは来てね。で、これは中山くん。はい、来い。西宮。まあ、回復はありがたいね。おー、はい。おー、メンタル悪くない。おー、秋山、中山、桜山、いいでしょ。オフでもよくね。まあ、オンで行こう。オンで行きまーす。桜は近づけたい、ときたいし、関くんもね、テンション分、近づいてくる。ありがたいです。はい、小暮くん。まあ、関くんのアシストでもいいんだけどね。小暮くんの方が遠い。で、あゆちゃんが告白来ました。マジか。いいね。てか、体力全開だからちょっと残念だけどね。まあ。全然いいよ。そして、これ小暮くん近づけておきましょう。小暮くん、中山くん、どんどん近づけておきます。そして、灰原の評価も上がっていきます。おんめんいっておきましょう。いいよ、灰原、これで、もうタックル。もうタック競います。てか、灰原のイベントがすんごい進んでいく。やばい。おー、小暮くんまたメンタルに来てくれた。じゃあメンタルやりまーす。小暮くん、青木くん、ウィル君、カルロス。いいよ、小暮が進んでる。いいよ、いいよ、どんどん進んでいこう。で、あったか。あたかはね、一緒に特訓だ。アタカは、天空中央高校の場合は、千里眼狙うんですけど、ここは対空要塞だから確定なんですよね。すごい楽。気が楽です。ここ行こっか。秋山、矢部坂、関、青木。はい、スピード。いい感じ。次、オム行けば、二人、時間、ナイスですね。ナイス。アタカ、ちょっと早すぎ?ハイボール。早いよ。まあ、確定だけど、一応ね、コツ3で欲しいからね。まあ、ディフェンスが初期値14っていうのはちょっと痛いけどさ。テクニックいちゃうとか。はい。で、メンタル。ああ、メンタル微妙。おー、ここ踏みたい。11%。いや、通せっかな。怖いな。通して。OK! ナイス!あぶね。怖いんだよな。千丸だからね、そんなに無茶はしたくないんですけど、無茶しないとやっぱりいいのができないんで、ちょっと頑張らないとね。セク1にしては結構進んでるかもしんない。いい感じに進んでる。さあ、このまま行こうぜ。で、ファイバーの福井が2個終わった。はい。逃走心か。うわー、ここ行きて。でもダメ。絶対行けない。これはメンタル行っておきます。さすがにこんなにテンション上がってるんで、メンタル行っておきましょう。で、次、出ていきましょう。メンタルタックルね、でかいのくれば行くけど、まあ、そろそろ。で、おーっと、対空要塞、成功して。
まあ失敗なんだろうね、失敗。まあ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 、まあ、まあいいでしょう。まあしょうがない、それはしょうがない。あ、生きて。まあしょうがない。あゆちゃんいきます。まあ、セクイチで進むのがこいつでよかった。まあ前目はね、でもね、西宮くんとアタカなんで、金徳は確定なんですよね、両方とも。うん。まあ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 、まあまあまあ。まあこれぐらいなら千丸でカバーできる。で、これは秋山くんの評価上げとこっか。オフメンタルといきます。はい、秋山。いいよー。で、ビハインド。おお、オフメンタルがなんかすごいの来てる。マジか。じゃあ、関くん、有本くん、秋山くん。はい、秋山も、次一致するね。早いね。早いな。で、アタカ、体力回復はいらない。ここはここじゃないよ。まあ、しょうがない。で、怨念。でもいいんだよな。でも、そうそう、怨なんだよな。ここ、スピード、メンタル。メンタルタック来てるからな。まあ、でもこれはオフェンスにしとこう。ほぐれくん、関くん、矢部さんくん。いきまーす、オフェンス。で、これで、こっから堀場くん。堀場くん登場です。ちょっと桜場が遠いな。桜場ちょっと気をつけていこう。はい、ライバル出現。で、持って、お、メンタル、ほぐれくんいいじゃん。ほぐれくんいいじゃん。うわ、ここも行きたい。ディフェンスも行きたい。でもこれは草薙の評価もね、ささっと上げたいんでメンタルできまーす。小暮くーん、いいね、いいね。小暮がどんどん近づいてる。関くんも1です。さあさあさあ、ゴールキーパーはね、意外とね、1しやすいイメージがあるんですよね、自分の中では。まあ郷田くんのとこは大変ですけど、郷田くんがいないからね、郷田くんがいないから大変ですけども、あとは頑張ってもらうだけ。お、ここだ。うん、タックのとこ強いんですけど、まあ近いメンバーしかいないんで、まあここですね。オフェンス、ほぐれ、有馬と、中山か。で、草薙がこれで評価上がりきって、タック来ますね。次から。本当に桜場がちょっと遠いな。桜場はオフでガツガツ下に行ってほしい。で、これ無失点ではなくハイボールの方もらっておきます。無失点は、まあまあまあ、最悪最後にくれるんで、そこでいいかなと思ってます。で、これ、桜場、プラス、堀場のオンでいっておきましょう。これ、オフェンスでね、全員一致させていくっていうのもありなんですけど、まあ、うん。桜場くんいけてないし、堀場くんも踏みたい。まあ、この小暮くんでもいいけどね、まあ、とりあえずスピードで桜場くん踏んでおきましょう。で、能力上げておきます。で、もう、ハイボールキャッチ取っちゃいます。フェアプレーもアリシア、途中出場。闘争心はまだだな。バックスピン。あとは、ディフェンスとテクニックあげてきます。あとスタミナか。まあ、こんな感じ。パワーも上げた方がいいんだろうけどね。パワー5だけ上げようか。もうちょい上がるか。はい、タートル。はい、これでいきまーす。いきましょう。で、堀場くん。何回で倒せるかな、堀場くん。多分、3回以上かかるんだろうな。まあ、せめて3回でいきたいね。はい。で、次、デート行こう。あ、でも回復来た。回復来たなら、これは、もう一回練習かな。もう一回練習して、次、デートかな。まあ、タイミング的にもそうですね。そのタイミングがいい。お、桜庭、小暮、やべさか。じゃあオフェンスいきます。7%、怪我するのよ。はい、オッケー。ナイス。うん。流れ的にも悪くはない。悪くはない。てか、全然いい。ありがたい。もしかして狙った？で、メンタルタックにでかいの来てもいいけど、まあ、多分ここは、うん。うわ、これ、F みたいけどダメ。ダメダメ。アイちゃん行きまーす。はい、アユ2回目。で、俺に任せろ。リードの初。で、もう1回ぐらいこのセクションにデートかな。ね、
もっと聞かせ。はい、秋山も来た。で、メンタル、テクニック、スピード、あ、スピードだ。あー、これは4-4で、ちょっと桜庭くんが来ないけど、これはこれで良さそうだな。中山くんがもう一致しちゃう。なかなかいい感じ。はい、ではスピードいきまーす。はい。いいっすね。ナイスです。で、次、桜庭くん、マジで。マジで。メンタル。そういうこと、桜庭。あ、これ、メンタルの方が良さそうに見えたけど、オンメンタルね。フィジカルの桜庭、下4。小暮、右3。で、愛ちゃん。これナイス。はい、フィジカルいきます。で、次デートいきます。多分。ラブパ、ワンチャンラブパ。来ない。まあまあまあ、仕方ない。お、かえ、お、これラッキー。パスもらうか。愛ちゃん回復あざっす。あ、あれ、あれ、あ、そっか。あれ、アユ入れてたらこれもらえるんじゃなかったっけ。上だったっけ。回復欲しかったんだけどな。まあいいや。これでも回復もらえるからいいや。で、技術で筋力勲章もらったか。マジか、あれもらえると思った。評価15とか上がると思った。まあいいや。あ、全然いいじゃん。これオフはやらないけど、オン。オンディフェンス行こう。あゆちゃんのデートいいや。はい、ディフェンスで、カルロスイッチ。はいはいはい、めちゃくちゃ良くない？これめちゃくちゃ来てる？めちゃくちゃ来てる。で、次デートでいいかな。まあ、うん、そうだね、デートだね。で、秋山くんが残り1になってる。ってことは、もう上げ切らないといけない。ディフェンスでテクニック。秋山成功しね、千里眼。千里眼はまだ成功するイメージがあるんだ。うわー、このスピード行きたいけど、これダメだね。はい、ではデートしときまーす、あゆちゃん。3回目。まあ、3回目ぐらいデートしとけばちょうどいいね。はい、灰原、あと1回になりました。まあ、金も成功してくれないと困るんだよ。さあ。3856。経験点は出てませんが、さあ、こっから巻き返していきましょう。さあ、あゆ。来い。流星群来い。強化し。顔面ヘッド。まあ、顔面ヘッド直さなくていいんだけどね。査定ないし。で、これはオンメンタル行っていきましょう。オンメンタル行って、堀場くん、あと2体だっけ？倒していければなと思います。顔面ヘッドか、ちょっと悲しいなぁ。顔面ヘッドか。はい、ではメンタルいきまーす。オンメン。桜庭くん、じゃあ、堀場くんあと1回かな。桜庭くん1、あと小暮くんだけです。ラブバなくてもここまでいけてるのはタスク。はい。できた。さあ、千里眼。はい、ナイスー。いいよー。で、あったか。あった。おー。もったいないけど。どうしよっか。オフで行こっかな。オフで行こっか。オフで行きまーす。オフメンタル行きまーす。はい、全員一致ですね。あとは、あ、まあ、堀川くんだけしてないけど、まあ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 、デート2回行ってるし、なかなかいい感じ。まあ、夏祭りね、体力回復もったいない感じにしちゃいましたが、全然いいです。全然いいです。はい。はい、ハードワークコツ。で、これディフェンス100にしちゃいます。100にしちゃいましょう。はい、そろそろ堀川くんね、倒していこう。ちょっとデカめのディフェンスが来てる。踏んどくのもありだね。秋山くんのコツあるし、踏んどくのもあり。ミッチはね、そこまで今急ぐことではないので、これオフディフェンスいきます。ポイント稼いどこ。経験点稼いどきます。セービング、ナイス、セービングのコツが入りました。で、これは、指示を出した方がいい。で、おおおおおおお、スピードでかいの来てるな。
でもこれどうだろう、臨床だろ、オフなら関くん。でもオン、お、あ、これはちょっとオンで言っておきます。スピード結構でかいの来たかなと、まあ筋力もいいの来たかなと思ったけど、これは1の方に走ります。うん、まあいい、これはスピードでいきます。スピードオン、スピードいきます。はい、いいね。で次音面にポリバ君が来てくれてると嬉しいかな。はい、で、アズマ、お手本を見せる。はーい。あー、堀場くん来てる、来てる。来てるけど単発か。単発か。まあでももう倒しておきたいよね。まあデートでもいいか。デート行くか。いやでも倒しておきたい。どうしよう。倒すか。倒しましょうか。リードコツ取っちゃって。では倒しちゃいます。あ、スタミナ190でしょうか。はい、倒していきまーす。堀場くん。もう倒せるっしょ。さすがに倒せるっしょ。はい、オッケー。ナイスです。で、あとはセクさんにかけて、1させていくだけです。で、あとデート2回は終わらせたい。まあ、終わるとは思うんだ、体力的に。終わらせないと体力足らなくなっちゃうし、多分。はい。で、ここを踏んで、ここかな。1、スピード、スピードいきましょう。オンスピードいきまーす。オンスピードいきまーす。ここでオフは。まあ、サクレバだけど、うん、弱虫がダメかな。はい、オンスピードいきまーす。はい、オッケー。で、次デートいきまーす。メンタルに固まってたらメンタルいきまーす。で、アズマと交代する。守護神ください。はい、オッケー、ナイスです。メンタルは、青木くんだけなんで、いきません。で、デート行っときます。デート4回目。はい、ナイス。カバーリングもらっておきましょう。はい、ナイスです。いいよー。バッチ。オフテク。オフテク、微妙だな。オンテクだな、これ。で、灰原。灰原、先読みいらないけどなー。うん、オフテクで、中山ががっつりと来てほしかったな。はい、オンテクいきまーす。で、次デート行こうかな。カウンター、まあまあまあいいでしょう。で、あー、これなら、本命行こっか。小暮くん1、桜子くん1か。まあまあまあいいでしょう。で、で、テクニックあげてきまーす。はい。では、音面行きましょう。音面。いい感じに進んでるはず。で、あとは微調整デート1回。3ターン中デート1回と、うん。まあ、次デートがいいのかな。最後回復ある。おーっと。デート行こう。デート行きます。ここでデート行って、残り2ターンは練習します。はい、ぶっちぎりゲットです。まあ、ゴーダくんが変なことしない限り完全一致はできるかな。はい、灰原。100だよ。100だよ。はい、ナイス、新眼ゲット。ナイスです、よかった。これが関門だったんですね。よかった、よかった。そして筋力もらってきまーす。はい、そして。うん、あゆちゃん、ワンチャンラブは来ないかな。あゆちゃん、ワンチャン、ラッパー。そして、西宮、何くれる？無失点、コーナー回避欲しいな。コーナー回避。コーナー回避欲しいっす。コーナー回避欲しいっす。西宮、パイセン。コーナー回避欲しいっす。あと、ラッパー欲しいっす。怪我しにくさ。で、ラッパーコース。まあ、しょうがないね。うん。どうしようか。まあ、ダブルタック来てる。これ行こう。これ行くんですけど、17% は怪我しないでね。ここ怪我するのよ。結構大事だよ。OK! ナイス！いいよー。これはアイちゃんの文化祭の回復で結構回復するし、次、音面かなんか行って、ゴーダ君迎えれば、結構最高なんだよな。あー、体力全開にはならなかったか。まあまあまあ。
で、7446。経験点は出てませんが、これ1000丸だからね。1000丸だからね。ちょっと大事に気づいてる感はするけど、あるけど。あ、でもこれメンタルありがたいね。ありがたい。3人も来てくれてる。あ、でもオフ、オフ、オフあれじゃない？桜庭がテンション上がってるだけいいの？桜庭と青木だけやろ？それなら、もうここオフで行っちゃおう。オフで、矢部坂くんオン、次のオンで行けるし、中山くんも次のオンで行けるから、これオフメンタル入れておきます。あ、いい感じ。いい感じだ。いい感じだ。じゃあちょっとスタミナ？スタミナじゃないけど、精神不動。千里眼、心眼、もう守護神も取るか。守護神取る。セービングはもう取っちゃう。で、スキラ取っちゃう。カウンター取っちゃう。コーチング取っちゃう。これで精神は吐けた。で、パワー振ろっか。パワーは90枚したい。できればね。はい。では、オンメンタル。で、オフメンタルいきまーす。はい。一致二人。ナイスですね。で、次の、あ、一人か。で、次のターン二人ですね。次のターン、ゴーダくん。誰かと一緒にいて。矢部坂中山じゃなくていいから、誰かと一緒にいてくれ。うん。これはさすがエースだ。はーい。で、あー、オンメンタルか。あー、関くん。これありなんだけどな。まあ、いっか。オンメンで、ゴーダくん。で、秋山くんがコツをくれるんだよな。何くれる？セービング取ってる。守備反応取っちゃうか。守備反応潰しちゃおう。で、ビハインド。あ、守備反応潰そう。あれ守備反応あれ、もらってないのか。じゃあいいや。はい、オンメンタルいきまーす。で、あゆちゃん、ワンチャンラブパ。ワンチャンラブパ。来ないかな。はい。どんどん一致させていくよー。空中戦。で、ゴーダでした。残念。で、秋山のトムキャッチ。はい。で、ゴーダが、ゴーダがいない。ゴーダサボりやがったな。関くん、これ行っちゃってもいいんですけど、オフで行っちゃってもいいんですけど、これ、オンで、フィジカル行って、次のターン、岩渕くんと桜庭くん一致ですね。うん。で、秋山のコツまたもらえる。空中戦潰そっか。空中戦潰します。今もらえたからね。はい、では秋山。何くれる？この赤紐持ってないっけ？持ってないか。まあ、PK、守備反応、ビハインド、フィジカルですね。はい。で、あゆ、ラブパ。あゆ、ラブパ。フィジカル。で、これで守備反応もらいましょう。繰り返す。はい、ナイス。で、次こそは、ゴーダ組みてね。ゴーダくんいてね。で、あゆ。これは堀場くんで、コツもらっとこう。あれ、テンション上がっていく。あれ、いない？ゴーダいた。関くんとゴーダか。まあ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 、いいでしょう。で、ゴーダこれ踏んでいくとして、能力上げとこうか。パワーを90にしておきます。ワンタッチ取っちゃう？カバーリング取っちゃおう。守護神もう取っちゃうか。取っちゃおう。はい。では、ゴーダくん。2発で倒せないよね。倒せない。次のターンで倒していきます。スピード行きましょう。次で倒してね。次で倒れないと、ちょっときついよ。はい。どんどん完全に一致していくよ。いいよいいよ。で、ドリンクもね、マックスに残ってるんで、こっからはゴーダくんが来てくれてれば、どんどん踏んでいきます。で、金徳の方も全部終わってるんだよね。前指は全部終わった。で、後指も、ああれミラクルセーブ終わってなくね？あれミラクルセーブ終わってなくね？終わってないよな。やーば。頼むよ。あ、結構でかいタック来た。あ、どうしよう。でかいタック来てる。で、これをオンで踏むか。迷う。でもこれをオンで踏めたら、次、オンだと大きい。ウィル君と、セッキ君 OK なんだ。でもディフェンスがでかい。ディフェンスがでかい。どうしよう。いや、これ迷いどころですね。1にかけるか、
まあ一応まだまだ大丈夫のはずなんだ。まだ大丈夫、まだ大丈夫か。もうかけよう。これはもういいや、オフできます。かけます。いいです。もうやっぱり最高作戦狙わないとね、いけないんで、宿命なので、これはオフディフェンスいきます。はい、ゴーダ君サボらないんでね、頼むよ。で、あれ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 、ゴーダ君いるけど、問題があの子がいないんですけど、草薙君のイベントが来てくれないんですけど、大丈夫っすか、ちょっと大丈夫っすかねえ、草薙君大丈夫ね、キキサッチ守備判断取っちゃおう。いや、アドワーク、これでもさすがに成功してくれ、終わってくれるはず。ゴーダ君勝ってる。ええ、待って待って、3回で勝てなかった。これちょっと予想外。草薙君次か。やばいな。やばい。これはちょっとやらかした。3回で勝てなかったの結構でかい。痛い。痛すぎる。どうしよう。どうしようかな。どうしようかな。うわー、ゴーダ、結構痛いな、これ。どうしよう。さっきの。苦しい。これは結構苦しいぞ。計算が外れてる。じゃあ、これ、とりあえず、オンテク行こっか。オンテク行きます。さすがにこれは勝てるはず。はい、はい、オッケー。で、あと、ウィル君か。ウィル君とセキ君。この二人が残っております。ウィル君残ってるか。珍しいな。で、クソネギ。成功してね。はい、ナイス。コーナー回避ゲットです。てか、体力結構やばくない？やばい。やばいか。お、でも、セキ君とコーダ君。あ、これはオフでいきます。オフでいきます。オフでいきましょう。セキ君、これでクリアね。あー、頼むよ、頼むよ。真面目に終わらせてくれ。オフなのが結構、あー、でも堀場くんとビール君か。そう、堀場も残ってんのか。結構きつくない？あ、これ結構きついぞ。一緒にいてくれないと厳しいぞ。はい、じゃあここはしっかり前半後半いきます。スピードは上げてないからね、ドリブルできないな。まあちょっと上げとこうか。で、テクニック100にしときます。ちょっと C までしておきます。はい、では行きましょう。あれ、精神あふれないよね。怪我しにくさ、パス、精神的支柱、闘争心。はい、行きまーす。はい、とりあえず終わりました。ということで3対1ですね。うん、問題なくキーパーで2点取ってるんで満点です。さあ、こっからゴーダくん。ゴーダくんをしっかりと引っ付けていきたい。できっかな。おっと、これ絶対でかいと。あ、でかくはないか。ゴーダ、うわ、これ微妙だ。このゴーダ微妙だ。どうしよう。これゴーダ放置しちゃって、ウィルくん、行っちゃう？ウィルくん行っちゃった。次ウィルくんはもうこれ一致しちゃうんだ。ウィルくん行こうか。ウィル君行こっか。ウィル君行きます。ん、待てよ。ウィル君、いや、堀場君の方がいいか。いや、迷うな。でもドリンク的に足らないんですよ。ウィル君行きます。ドリンク使いすぎた。あー、ここでウィル君来ちゃったよ。うわー、まあでも1だから無理か。無理だね。カルロス。精神は余ってるが、闘争心はあれなんだよな。え、一緒にいて。お、ありがとう。ゴーダ。うわ、これダメだ。あ、終わった。これ、ダメなやつだ。あー、もうこれはもうゴーダ諦めですね。ゴーダ諦め。無理です。諦めました。諦めました。次オフでも行かない、行かない範囲になった。ダメです。まあ、最低限、ウィル君と、うん。あれは一致したんで。まあまあまあ。まあ、なのか？うわー、ちょっとさっきのやつ、タックいかなかったよかったな。まあしょうがないね。はい、ゴーダくん、オフでも無理です。残り1マスで足りませんでした。なんでこれはオフ面取りときます。オフ面いっときまーす。オフ面いくんで、これ多分精神余るな。精神余るパターンですね。
なので、闘争心も取ってるかな。うわー、取りたかったな。精神の吐き口に取りたかったな。そう、やっちゃったな。ちょっと、まあいいや。ディフェンスは振っときます。で、スタミナも100にしちゃいます。はい、では、オフメンタルいきまーす。吐き山くん、何くれるかつ。ビハインドがいらない。いけ、まあいいでしょう。一刺したかったっすね。うん、惜しかった。惜しかった。残念。で、スピード110。おー、どっち行こう。ディフェンスの方が良さそうな感じする。うん。112、51、73、10、246、70、11、60、27、111、29、308、ディフェンスだな。ディフェンスいきまーす。ディフェンス。はい、そして次。次何に行こうか。でかいタック。でかいタック。スピード215、144。うん、まあまあまあ、これ行こう。アイテム使ってきます。アイテム使っていきましょう。はい、ではスピードいきまーす。で、次、最後、テクニックにでかいタック来てほしいな。技術が足んないんだよな。で、これはサクッとピンチャーにしとこっか。サクッとピンチャーにいきます。テクニック100にしたいんだよ。でも、しちゃうと査定が下がりそう。パワー100かな。ミラクルセーブ。うん、コーナー回避のやつがもらえてない。ちょっとやばいな。筋力が欠けてない。怪我しにくさ取る。で、筋力、もういっぱいだ。どうしよう。奪還取ってパワー100にしよっか。これパワー100だな。パワー100案件、いきます。パワー100にします。はい。もうこれ、最悪、テクニックは101にできません。いいです。コーナー回避のが大事です。ちゃう、ミラクルセーブのが大事です。はい、では、いきまーす。はい、終わりました。問題なく終わりましたね。では、最後、でかいタックで締めくくりましょうということで。テクニックタック。テクニックタック来てくんなかったなぁ。まあ、ちょっとでも稼ぎたいんで、これはメンタルいっておきます。いや、秋山くん。守備反応取った、空中戦取った、ビハインドか。ビハインドなんだろうな。フィジカル力取った。空中戦。そうだね。ビハインドになっちゃうんだろうな。もうミラクルセブンで押されちゃいます。いいです。精神余るな。だから技術以外余るかもしれない。はい。では、メンタルいっときます。いきましょう。何くれる？ポイント。まあまあまあ、いいでしょう。ポイントの方がいいよ。で、これはサクッとピンちゃんいきます。で、能力振っていかないといけない。これね、テクは101目指しません。顔面ヘッド消す？別に顔面ヘッド消さなくていいんだよな。パス感は取っときたい。パス。で、ダッシュ。で、ビハインド。で、大一番、ファーストゴール、終盤。いや、サッカーのか。うん。無失点は後でくれるしね。はい。とりあえずこれでいきましょうか。多分溢れることはないと思うので。まあ、精神根性とか取っとこうか、回復とかね。はい。では、これでいきまーす。いきましょう。はい、終わりました。問題なく終わりましたね。では、最後、能力振っていきましょう。経験点どれぐらい出たかな？ぼちぼち出てるはずなんですよね。はい。はいはいはい。あたか、無失点の普通技っす。1万5000点、6000点ぐらいで出といてほしいな。金得1個はなくなっちゃったからな。15,800点。16,900点でした。まあ、ですが、ちょっと能力と。とりあえず、技術系のやつを、どうするか。終盤取って、
キャプテンシー取って、この辺いらない。ビハインド取っちゃって、で、あとは、うまいこと抑えていかないといけない。省エネでいきたいな。キープ。スルーパス、展開力、アシスト。まあ、こんな感じかな。で、筋力弁償めちゃくちゃ余りましたね。余っちゃったな、これ。プレモンねえじゃん。やっちゃってる。どうしよう。ラッキーボーイ取ろうか。ラッキーボーイ取ろうか。まあ、敏捷はなんとか使えるんだ。敏捷はなんとかこのスピード振れば使えるんですけど、敏捷はもう使うとかない。どうしよう。この辺はいらないし。キープ力取る？技術使うなら、あ、見せて忘れた。ラッキーボーイとかだろ。ラッキーボーイ使って、大一番20枚使って、あ、サッカーの取れなくなっちゃったよ。まあいいか。それは別にいいんですけども、筋力余ったな。意外性取ろう。先読みはいらない。画面ヘッド消せませんでしたね。まあ、しょうがない。で、スピード A には持ってこれた。で、筋力がダダ余りなんだよな。ダダ余りなんですよね。筋力使うとこないもんな。うん、マッチアップとかいらないし、先読みもいらないし。迷う。マッチアップか。違うんだろうな。後半変調はつけたくないな。査定はあるらしいけど、つけたくないな。それならスピード上げとこう。はい。まあ、ちょっともったいないけど、精神も余っちゃってるね。ってことはですよ。こうやって、大一番。そっか、精神入ったから無理か。爆発力もコツないもんな。え、こっちじゃない。査定ないもんな。迷いますね。こうなると迷いますね。展開力ではなくスルーパスいってもいいし。まあ、そうなのか。別に展開力の方がいいわな。アシスト。まあ、変わらないな。変わらねえな。じゃあ、もう一番取っちゃおう。でもこれで終わらせちゃいます。はい。ではこれでいっちゃいましょう。後半延長は取らない。取る？取ってもいいか。取るか。取りましょう。はい。ではいきます。さあ、これでいくらいったかな。US 欲しいにはいっといてください。お願いします。まあ、金徳取れてたらな、多分 US 欲しさんは言ってました。くそー。悔しいです。US 欲しいに。1メモリ。まあ、金徳取れても、あ、そうか、100点くれるのが、合計400点くれるんで、あれがもし一致してれば、US 星さんは行ってたかなっていう感じですね。はい。まあ一応これで、自分ゴールキーパーは、なんとか更新することができました。まあ顔面ヘッドついてるけど、まあ、悪くないゴールキーパーができましたということで、はい。本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。